見事にあそこだけ雨が降ってるわね。怪しいですね。あ、こっちが雨、こっちは晴れ、こっちが雨。まだまだ甘いな、ハッピー。今の際は半分雨。半分雨か。そんなに楽しい？人の気配が全くしない。誰も住んでないみたいですね。いや、ジュビアの匂いがする。こっちだ。おーい、ジュビア！待たせたな、グレイ様。迎えに来たぜ。落ち着け。いや、元気だったか。相変わらずのテンションで安心したわ。お久しぶりです、ジュビアさん。ナツさん、ルーシーにウェンディも、オイラたちもいるよ。あんた、こんなところに一人で住んでるの？おい、どうした？ジュビア！ここに住んでました。二人で。すごいドヤ顔。もともと人のいなかったこの村を見つけて、空き家を借りて、一緒に食事をして、一緒に修行をして、一緒に仕事をして、一緒にベッドで言わなくていいから。寝ようとして蹴飛ばされたり幸せでした。ですが、ある日。グレイ様？また服を脱ぎっぱなしにして。もう。グレイ様、その体、一体、何が？心配ね。飯にするぞ。その日以来、一人で外出することが多くなって。帰ってこなくなったのが半年前です。そんな。ジュビアは何日も探して歩きました。でもグレイ様は見つからなくて、待つことにしたんです。ここはグレイ様とジュビアの思い出が詰まってる家だから。きっといつかグレイ様はここに帰ってくるって。ごめんなさい、久しぶりに会ったのに。俺が見つけてやる。いや、必ず見つける。仲間を全員集めるんだ。フェアリーテイルを復活させるために。